うどいいよ。朝日缶ビール、通称マルエフ、復刻版の昔の何かビール。はい。パック。とっ、はーい。何歳さん？うんちゃん64。乾杯。あ、美味しい。うまい。まろやか。これは美味しい。ね、また銀色のやつとは違う。よし。食べよう。いただきます。クリチにしてみた。クリチ。うん。うまい。うん。うまい。グラタン。グラタンじゃないよ。な、チーズ焼き？ナスとトマトの。どうだろう。チーズ焼き。あ、さっき、ニンニクを入れ忘れて、追加で入れたのと、焼き時間を600ワットで10分ぐらい延ばしました。ナスに事前に火入れをしなかったので。どうでしょう。もうでも塩梅ちゃう。塩梅、うん、水が出てしまう。あ、ナスだからね。パン粉いっぱいかけたら飲むんだ。それじゃ吸わないか、うん、吸うやつ一緒にやればいいのか、うん、油で、おふ、うん、うまっ。パンと
まあでも味はどう？めっちゃ美味しい。美味しい？いや全然ナス大丈夫。あ本当？ここ、うん、すごいね。むしろうまい。ケチャップ正解やん。うんうん。美味しい美味しい。うん。うん。うまい。これは美味しい。美味しい。大成功。あ、ナスいくらだったっけ？58円。え、あれ58円だったの？値段見ないで買っちゃった。100円ぐらいかと思って安かったね。うん。うん。あ、美味しい。そうだから、アヒージョ味見してねえじゃん。大丈夫だよ。黄金の仕上げにちょっとしたくなって仕上げお母さん。うんうんうん、心配しておくことはなかった。安定。うん、あ、詰まった。サラダにスーパーケンが増えた。なんかいい色がちょっといい色だね。古い感じの色ですね、うん、いいですね。はい、乾杯。あ、お肉もワインに合うよ。うん、めっちゃうまい。美味しい。これはいいですね。これなんか本当にさ、お店の味じゃない？うん、サバ入れたことによってかなのかな、うん、美味しい。毎回でもお店の味っていうフレーズ、うん、出てる。出てるよね。うん、ニンニク入れときは何でもお店の味だ。お店に来る。いや、もうね、このために頑張って働いてる私は。今日はいっぱいご褒美だったな。そやな。初めてのクリスマスプレゼントくにちゃんからもらいまして、クリスマスってあんま関係なくなってくるもんね、年取ってくるとね。そうそうそう、若い時はね、クリスマスやれ、クリスマスだ、レストランだ、ね、ホテルだ、プレゼントだってやってたけど、あんま気にならなくなっちゃうからね。お互いね、今日はプレゼントをもらっちゃったんですよ。まだ早いんですけどね。これは先行で多分動画が出てると思うので、そちらもご覧ください。うん、感動しない。でもピーちゃん的には感動や。感動、もう今そこにあるけど、プレゼントがもうあれだけで頑張れる。やっぱりそう、なんかいいね、うん、すごくいいと思います。なんかやる気になるもん、あれのために頑張ろうと思う。クレイジーケンバン。違うでしょ。うーん。まシンクロ率高いな。飲みやすいですか？飲みやすい、スイスイちゃん。変な音楽を出してきましたが、ダメですか？別に編集でやるよ。なんででもあれポチってしてくれたの？本当にさっき動画で言ってた感じ？誕生日のタイミングで見てなかったら嫌じゃん。やっぱりこう焦るやん。いや、それがさ、向こうの戦略かもしれない、うん、そうそう、それもあると思うんだけど、ね。でも
これをプレゼントにしようと思ってた。あ、嬉しい。そういうとこよね、くんちゃんね。そういうとこはね、本当にくんちゃんはね、優しい。じゃあ、酔っ払ってきました。もうやめとく、ね、ちょっとね、さっき頭も痛かったからね。やめといた方がいいよ、うん、私は飲みたい。じゃあ、あとチビチビしてください。え、あ、ごちそうさまでした。うん、ちょこっともうちょっとなんかつまもうと思うけど。あ、そういう、そういう感じで、うん、今ね、くんちゃんがあの瀕死状態です。あ、ちょっと、一回動画を止めて片付けたいと思います。